さんこんにちは。今回はですね、今話題の、体縁とはみだ縁をお昼ご飯にしようと思うんですけども、今日はですね、夫のリオナリ君が出かけてまして、トニーが横で暴れていますので、 ASMR は無理なので、まあ、モッパンということで、まあ、モッパンって言ってもただ食べるだけなんですけども、食べます。いただきます。体縁、いただきます。辛っ。まあまあ辛い。あ、美味しい。辛いの好きなんですよね。このね、チーズ部分がめっちゃ辛い。チーズとソースか、ソースが辛いわ。食べれない辛さではないけど、結構ピリピリする。子供に優しいマクドナルドですけど、結構攻めた辛さ。おいしい。じゃあ、はみだ縁。いしい。無理があるね、この一人で育児してる時に動画撮るっていうの。もう生後8ヶ月、もうすぐ9ヶ月なんですけど、元気です。もうとにかく元気で、朝から晩まで力がみなぎって、で夜寝る瞬間までドタドタして、でコテッと寝る感じで、もうね、寝かしつけに2時間ぐらいかかるので、最近は私はもうテレビ見ながらね、部屋を暗くしてやっています。リビングのテレビをつけて、寝室のドアをちょっと開けて、その隙間からテレビを見て、最近見てるのが韓流ドラマにハマってまして、キム秘書は一体なぜというね、やつにハマってるんですけど、すごいね、恋愛ドラマでね、
1話につき2回ぐらいは顔を偶然接近させてロマンスの曲が流れるっていう、なんかあみたいな、これが相手やったらこうみたいな、キスしちゃいそうみたいな、こけた瞬、こけた時に表紙で顔が接近っていう時にちょっとロマンチックな曲が流れるんですよ。タラララつって、ハッってなって、バッって離れていくっていう、それがね1話に大体2回ぐらいはあります。もう慣れろやっていうぐらいね接近するんですけど、なかなかキスしないんですよね。まあそういうね、人の恋愛を見つつ、なんかキュンキュンしながら、ワイワイやん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 言いながらドラマを見るのが今の楽しみです。もう結婚したらね、この先誰かと恋愛することはないじゃないですか。もう夫、一生好きじゃないですか。だから、まあ、それには全く不満はないんですけど、不満というか、違和感はないんですけど、だから、今までは、そういう恋愛ドラマとか漫画を見て、自分と重ねて、ドキドキしてた部分あるんですけど、今は自分と重ねようがないから面白くなくなるんかなと思ったら、人の恋愛も面白いなと思ってなんかあーこの二人くっついてほしいなとか、うわーキスせえへんもどかしいなとか、本気で楽しんでるので、それはそれで楽しいやなと思いました。なかなかね、落ち着いてご飯食べれないですし、 ASMR は絶対にリアヤ君が家にいてトニーを見といてもらわないと、もう静かな環境なんて作れないんですけど、それでもね、前回の ASMR で結構よく聞いたらトニーの泣き声とか入ってます。泣き声というか、うううって言ってる声が入ってます。ごちそうさまでした。あー美味しかった。久しぶりのマクド美味しかった。体縁は結構思ったより辛くて、あともうピリピリ残るぐらい辛かったです。はみだ縁は正直よくわかりませんでした。ボリュームはあったな。お肉が2枚重ねっていうのと、チーズがちょっと大きいのか、チーズの大きさはちょっとよくわかんなかったけど、お肉が2枚重ねだと、まあ、2つ食べたらお腹いっぱいです。ポテトなしでよかった。この動画を動画にするかちょっと迷うとこなんですけど、編集してみてなんかいけそうかなと思ったら出します。今はね、多分こんな感じでしか動画を出すことができないんですけど、またよかったら見てください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。